動が結構大胆に、まあ、あだ名なんですけど、そのハルパイとかおっぱいって呼ばれてました、はい、サイバージャパンダンサーズのハルカです。ハルカファースト初老写真集、ハルカ、あーちょっと今回写真集が今まで史上最強と評されてるんですけど、はい、どういうところが最強なんでしょうか。露出度です。露出度が今までにないぐらいに大胆にさせてもらいました。もともとその、まあ、写真集を出すことが夢だったんですけど、写真集を出すんだったらここまでやりたいっていうふうにずっと思ってたことを今回やらせてもらったみたいな形、もう出せるとこは全部出しました。最初で最後の気持ちで、はい。自己評価についてもう満点です、はい。まあ、今回はこう私の素の姿というか、本当に体作りも今までみたいにカチカチにしないで、こう自然な私をより演出したというか、そんな言うんですかね、メンバーで一番。まあでもバズーカは一番だと思います。はい、あんまり今までこうデビューされてきた方々でこうキャッチーなあだ名みたいなのをつけていた方はいなくて、で私がデビューしますって、デビューするよって言われた時に、じゃあ、のあだ名はバズーカですって言われたのは結構嬉しかったです。なんか今までになかったので、そういうのが。その胸の急成長で器械体操をやめたっていう。そうですね、やめるきっかけでしたね、はい。まず中学校2年生ぐらいの頃に、はい、結構バーンってでかく大きく成長して、でやっぱレオタードっていう体操の衣装がどうしてもこう恥ずかしい、走ったりすると揺れるのを見られるのが嫌だっていう思いはあったんですけど、まあ、それでもこう続けてて、なんか、まあ、とにかく見られることが嫌になりました。中学校2年生の時に、はい、大きくなった、めっちゃ大きくないって感じでお母さんに相談して、はい、ブラジャーをつけたいからって言って、はい、測りに行ったら、まあ、その時 D カップありましたね。A から D に大きくなったその期間ってどれぐらいとかって分かります？でも小5とかは、でも中学2年生で D カップってやっぱちょっと周りの目とかすごい気になった。気にしましたね。ちょっと学校の男の子にもこうおちょくられたりしてたのも多分コンプレックスになった原因かなと思って。どういう風な感じでおちょくられたって？あだ名なんですけど、そのハルパイとかおっぱいって呼ばれてました。はい、やっぱりちょっと思春期だと辛いですよね。まあ、それはもう今は、ね、何言ってんのってこうできるんですけど、はい、あの時はもう本気で受け止めて本気で落ち込んで、ほんまにうざいみたいな感じで本気に捉えてしまってたのはあります。いやすごい大きかったですね、はい、たくさんなんか分からないようにする努力をすごいしました。どういう服が目立たないかとか、まずはその自分に合った下着を見つけることはすごい大事だと思ってて、やっぱ大きく見えちゃう下着もありますし、それでより自分にフィットして馴染んで小さく見せてもらう下着も今たくさんあるので、そういうのに出会うことだったり、まあ、私はそのサイバージャパンに出会ってから、まあ、克服できたようなものなんですけど、なんか人間ないものねだりじゃないですか、はい、ない方はありたいと思うし、ある方はなくなればいいのにって思うと思うんですけど、やっぱ私がその胸が大きくて、その時当時デビューする前太ってたんですけど、はい、それで8キロ痩せてデビューできたんですけど、やっぱなんか胸が大きい人って一番ボンキュッポンに近づける近道だと思うんですよ、はい、だからなんかそれで胸が大きくてコンプレックスかもしれないですけど、なんか自分を今以上に磨いてなんか輝けたらいいんじゃないかなと思います。目線が気になるとかよく言われるじゃないですか、ね、はいはい、そういうのってありますか？めっちゃ気になります。やっぱ男性の目ってすごいいっちゃうの分かるんですか？分かりますよ。こうなるじゃないですか。うん、なんか知らないとこでやっといてほしいというか、こう喋ってる時にやらないでほしいかもしれないですねとは思います。プライベートで今お仕事中なんですので、はい、大丈夫なんですけど、どうアプローチされたい、はい、やっぱ内面を見てほしいなとは思います。内面を見て、今までそうびっくりしたアプローチのされ方とかありますか？私告白するタイプなんですよ。あ、そうなんですか？はい。でもやっぱ駆け引きは好きではないので、
ストレートに好きっていうことを伝えてもらえた方が嬉しいんです。包み隠さず、もうめっちゃ好きってめっちゃ好きって言いまくって、それでもダメだったら引いてみて、相手の反応見て、あ、もうこれダメだったんだっていう時と、やっぱそれで、え、なんで最近 LINE 連絡くれないのみたいな時は結構生々しいですね。あると思います、はい。振られたりすることあるんですか？振られたりしたことはない。ないんですね。はい。あ、でも ちっちゃい時はありました。この目標はまず、ずっとできてないイベントを無事に開催できることが、はい、まあ、目標ではあります。舞台も前回初めて舞台のステージに立たせてもらって、すごい楽しくて、またああいう世界に飛び込めたらいいなとは思ってます。女優さんのお仕事にされたいんですか？あ、でも挑戦はしたいです。なんかそれが本業とかいう、そんな、まあ、おこがましいんですけど、でも舞台とか映画とかで素敵な作品に出会えたら嬉しいなと思ってます。目標とされる女優さんとかいらっしゃるんですか？すごく好きな女優さんたくさんいるんですけど、はい、目標とかは作んない方がいいかなと思って、自分の色はあるので自分らしくやっていきたいです。映画とかもいつかは出れたら嬉しいなと思って。映画ってどんな映画出たいとかってあるんですか？どんな映画でも結構こう普段からキメキメなイメージは多分あると思うんですけど、グループとしてもなので、結構こう派手な役じゃなくて、地味な下町に住んでる感じとかもやってみたいなと。次なる目標とかどこは？次なる目標は本当、ちっちゃいことでもいいんですか？全然大丈夫です。全力坂に出たくて。全力坂、はい、深夜の番組なんですけど、はい、知ってますか？あ、本当ですか？全力坂も一回やってみたくて、坂で走ってこうってやつをもう本気でやってみたいなっていうのは一つあります。それが写真集の次の目標って感じになる？あ、次、まあ、そうですね、すごい小さい目標ですが。トースポをご覧の皆さん、こんにちは。サイバージャパンダンサーズのはるかです。この度7月2日にはるかファースト初老写真集はるか、あ、ちょっと写真集、ソロ写真集、失礼しました。はい、じゃあ行きます。ソロ写真集。トースポをご覧の皆さん、こんにちは。サイバージャパンダンサーズのはるかです。この度7月2日に私のファーストソロ写真集はるかが発売になります。ぜひご覧ください。